はいどうも。今日はですね、クロワークスのスグル代表の動向について思うことを述べてみたいと思います。はい、ということでね、このところ、1週間以上ですか、沈黙を続けているスグラボの動画なんですけれども、まあ、今後ね、どのようなことをしていくのかというところはね、非常に気になっているということをね、私なりにどう考えているのか、というところをお話ししていきたいと思います。まずなんですけど、まあ、先日ね発表のあった、車中泊というね言葉についての商標登録が、まあ、拒絶されたという件について、スグル代表はすでにね、まあ、認知しているわけですよ。そういう事実があったということは何かっていうと、まあその動画のコメントでそういうことを言われて、まあ、返事も出しているわけなので、まあ間違いなく、まあ、それは認識しているわけなんですが、それについて一切言及がないという現状でございます。いや、ぶっちゃけた話ねいやどんなコメントをするのかめっちゃ期待してるんですよ。いや、スルーするならスルーするで別にいいんだけども、いや、それもそれでちょっとみっともないわけじゃないですか。あんだけさ、こういろいろさ言ってたわけじゃないですか、動画内で。でもさ、にもかかわらずね、この結果が出たことによってスルーっていうのはさ、ちょっとみっともない気がするよね。あんだけさ、動画内にいろいろ散りばめてるんです、散りばめてるんですって言ってるわけだからさ、こう、なんていうのかな、ひとまずね、ひとまず、ある程度の結果が出たわけだから、どういうことを散りばめておいて、どういう意味合いがあったのか喋れるところまで喋ってほしいっていうのが俺の気持ちかな。あの、いいのよ、別に、スグル代表。あの、取り繕おうとしなくていいんです。あの、今のね、素直な気持ちをね、ぜひね、お聞かせいただきたいなと思う。ねえ、どんな気持ちってやつなわけですよ。ということでね、もう1週間以上沈黙しているスグラボでございますが、まあ、今週はね、何かしらの声明をね、残していただけるんじゃないかと、期待してお待ちしたいというのが私の気持ちでございます。いや、どうなんでしょうね。一般用語だっつってさ、拒絶されてるところにさ、こう意見書出して俺の言葉だって主張していくのかね、そこのところは本当に気になるところですね。なので、スグル代表お待ちしてますよ。以上。